はい、ポリチャクです。今回は参加勢になる前に何をしていたか選手権、皆さん参加勢になる前、この界隈に来る前何をしていたかを話していってもらいます。まあそうだな、タコワサは並んでるわけないな。この界隈で生まれたものだから、タコワサに前世はありません。ここの界隈で生まれたものなので、君たちには過去というものはありません。わかりますか？はい、それでは始めていきましょう。じゃあ、のりくんから。人道ジャッジメント用のアカウントを作って、試合のチャットを晒したり、部屋募集したりしてて、名前は聖騎士ゲイル。うわ、もう最悪、もうゴミ、金没すぎる。マジで気持ち悪い。何それ。気持ち悪い。俺、鳥肌だった。マジか。嘘でしょ。聖騎士ゲイル？試合のチャット。人を晒して部屋没収ってゴミ書きとかいうレベルじゃないぞ。初手、いや、のりくん、あのいきなりね、あのこういうものって企画って最初ちょっとあのタハハみたいなのがあって、でドカーンとすごいの来て、まあちょっと最後オチみたいなのがポコッとあって終わるみたいな感じなんだけど、のりくんの場合いきなりフルブーストみたいなね、エンジン全開できたね。しかも 1200cc、 のりくん最高だよ。最初からクライマックスだ。でどういうこと、それは。それで何をして俺の会話にたどり着いたんだ。試合終わった後、ツイッターの ID 貼ってフォロワー増やしてた。うわ、ゴミ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、今からでも遅くなくね、バンすんの、これ。これさ、今からでも遅くないんじゃね、こいつバンすんの。これダメじゃない、これ今からでもバンした方がいいんじゃねえか、こいつ。これやばくない？今もう遅くないよ。やばすぎる。タイムリープ案件、訴求版案件じゃない、これ。タイムリープ訴求版案件。くんさんの人狼動画見てハマった。まさかの人狼キッズだったんだ、お前。すげえなぁ。お前最高だ。カイキング次。50人クラウド入る前は、レインボーシックスシージというゲームでトラクロとチームを組んで、そのチームリーダーとして競技勢として大会に出ました。それなりに大会でいい成績を残した。けどよく大会らしてたから、一時大会に、はい、はい、嘘です。あの、ジャニーオタにボコボコにされてました、この界隈に来る前は。内容をね、適切に説明すると CG 界隈でアンチをね、彼の言った通り作りまくって、まあもちろん、あの、傍若無人の大暴れ、もちろんアンチはできるよねっていう立ち回りをしてたんですよ。そしたら、カイキングサブっていうアカウントを作られて、カイキングのサブアカかのようなアカウントを作られた上で、そのサブアカで、こういうツイートされました。あの、ジャニーさんの葬式にみんなでバスで行くみたいなツイートをされて、そのせいでジャニオタからなんだこいつって言って、カイキングの本垢がボコボコにぶったたかれまくって、で、ライブドアニュースでもそれが取り上げられて、カイキングの本枠がもう劣化のごとく燃え上がり、俺の思った中で一番面白かったジャニオタの名言が、本枠のカイキングにも責任があると。なぜならそのようなサブアカを作られているからみたいな、俺の中で一番理不尽な、いや、なんか、ちょっと待ってください。あの、本枠のカイキングさんは関係ないですよって言って、善良な人が止めたんだよ。それはサブアカの人で、ほんと、そっちのカイキングさんじゃないですっていうふうに止めたら、いやいや、同じ名前の時点でこいつにも問題があるはずだみたいな、なんかもう、みたいな、そんな理屈通るのかみたいな。通るかそんなもんみたいなのは通ったと。いうふうな話ですね。DM で殺害予告が来た事件だからやめて。いやもう殺害予告も全然来るだろうな。あのテンションなら。まあ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 、そんな感じですね。はい。次、ただの社会人さん。フェミニズム活動しつつ、オタクとレスバしながら、隣にレスバしてたやついるぞ。フラワーデモに参加して、一日ツイッターにヘマリスク、一日10件くらいした。いた。やばい。そのレスバしてたオタクじゃねえか、お前。はい、ゴリラビ君はね、この界隈に来る前は、レスバしたのは参加方に入ってからです。あ、なるほど、すいません。ごめんなさい。間違えました。50人クラウドの参加方に入ってからフェミとレスバしてたそうです。なんで別に前世という話ではないですね。前半の人たち濃すぎん？何この最初の濃さ。はい、ゴリラビ君、どうぞ。他のマイクラ参加方に参加してました。なんだと？ん？貴様どこのものだ？俺より前にやってる参加方って少ないぞ。ラミンか？え、誰？ごめん、なんか知ってる人？ V か、言及せん方がいいか。ごめん、言及せんとくわ。OK。ふうか、テニスサークルでサークル長をしてました。チームをまともに経験をしたおかげで、リーダーシップが自分の長、ここは面接の場ではありません。これから面接をして何か通そうという場ではないです。ちなみに面接だったらお前絶対通ってる。今までこいつらグループ面接だともう終わってるから。人狼荒らしました。ジャニオタ荒らしました。フェミ界隈荒らしました。とりあえず何もかも荒らしてました。もう合格です。次。確かにアドミン転生気になるな、前世。父の背中と、このり所属。YouTube をし、YouTube やってたんだ。なんか、やってたんだね。
すごいね。父の背中っていうなんかクラブにいたんだ、そういう。なるほどな。収益化通ったらみんなでお祝いだな。次、君界隈を知る前は CG 界隈で競技勢をやってた。え、国ね、国ね。父の背中とは数え切れないぐらいスクリームしてた。 ESL の APNC コミュニティ大会優勝するぐらい FPS ガチでオタクだった。当時のチーム5人中3人は今もプロゲーマーやってる。ででどうしてここに、ででな、何してんの、ちょっとおーい何してんのお前、何してる、なんで落ちてきた。そうだね、どうしてここにってなったよあ、そっか、ここでこのゴミダメであったのか。どうしてお前こんなところにみたいなお前なんでこんなところに落ちてきたんだって。ここで再会したくなかったよ。下で待ってたらなんか来た。感動の再会かと。ゴミ箱。はい、ベノム。マイクラ3型になる前は週2ぐらいで徹夜で麻雀やる割と普通な大学院生。ちゃんと奨学金免除になるぐらいはやってました。2018年末からクンサの人狼 J を見始めて、2019年から人狼の参加勢になりました。で今は何をしてるんですか。今はもう卒業して就職してるんですか。2018年から大学院生、あれおかしくない、あともう4年経つけどまだ大学院生なのあなた。ずいぶん長いことやってません、大丈夫か。次、 WiiU を不登校だったからずっとしてた。 WiiU 合計1万5000時間ぐらいやってて、 Miiverse とかでマイクラ募集されてるところ入って荒らしたり荒らされたりして、スプラのクランみたいなの入って名前の最初を統一して楽しんでた。うわ、ゴミガキ。なんか これってこんな濃い企画だったっけ。なんか出身国みんな終わってない。次、ワド。ひっそりとマイクラしながら映像作ってた。映像って言っても今のマイクラアニメ主体な感じじゃなかったけど、やってることも言ってたことも今とほとんど一生変わらない。あー、なんかワドはそのままなんだ。ほっこり。俺こういうのがもっと続くのかと思った。コータ、登録者1000人前後の小規模界隈のマイクラ参加型に機会に参加してた。その時から YouTube やってたから規模が違うだけで今とはほとんど変わってない。そうなんだ。うん、なるほどな。ポテチ、リア友とオーバーウォッチやってました。あー、まあそっちの出身か。まあほっこりやね。まあまあこういうのだ、こういうのだよね。ほっこりエピソードやね。お前オバモかみたいな感じの、こういうあったかいエピソードね、俺は期待してました。はい、良平。ログレスっていうイニシエのクソゲー 1.5 万時間やって友達とエーペックス。何ログレスって何、ログレス有名なんすかそれ。インフレクソゲー、うわー。次、田辺。参加勢になる前リアーカで界隈でロム戦してた。あー、今もロム戦みたいなもんじゃね、参加型で。変わってないぞ、言うて、そこに関してはそんなに。言っちゃダメだったか今の。正しいことは時として人を傷つけるからな。次、メタボ。この界隈に来る前、中学生が多く集まってた G プラスのマイクラ PE コミュニティ界隈で遊んでました。そこでお互い参加勢になる前のたくみくんと出会いました。たくみくん、あ、そうなの、あ、そうなんだ。たくみと出会ってたんだ。実はそう。あ、ここ繋がりあったのか、全然わかんなかった。全くわかんなかったな、それ。やっぱ界隈の世界狭いんだな。はい、ダミトモくん。君界隈の前で BF4 モンタゲ界隈で、シネマの撮影をしたり補助して作品作りしてました。うわ、キモ。マジか。主にスナイパーキルクリップを挟む三人称視点の映像の撮影や、インサートを作ったりして活動しました。TI クラの作品も何度か携わったこともあり、プライズくんやジャイアンくんとは今でもオフ会とかでよく遊ぶ仲です。いやでも、いやなんかさ、ここ、くんづけし呼んでるけど、TIE のなんか人なんだけど、参加勢カップでダミ友の話を出した時に、いや知らないですね、みたいな反応だったよ。え、ちょっとわかんないです、みたいな。俺、聞いたんだよ。で、ちなみに、ルさんにはツイッターブロッカーされてます、ダミ友くん。ちなみに言っとくけど。そう、なんかワクワクキッズカップでルさんを呼ぼうっていう風な話が出た時に、参加キッズをそのチームごとに一人入れてあげたかったのね。で、ちょっとダミトモっていう人が TIE の人と知り合いだっていう風に言ってるんですけどって言ったら、ルさんがちょっとわからないですって言って、で、他のメンバーにも聞いていますって言ってもみんなわかんないって言ってるんでちょっと厳しいかもしれないですみたいな。そう。で、ダミトモそう、TIE なら俺は呼べるぜみたいな感じのことのたまってたよね、ダミトモ。あ、なんか、ルなら俺呼べるべみたいな感じのノリで、ダミトモだけ友達だと思ってた。まあそうだな、ダミ友だけ友達だと思ってたのかもな。次、さきちゃん。もともと第五人格は、うわぁ、第五人格やってそう。参加勢のツイッター見てはちゃんとおとなしくロムってたのに、なぜか参加勢の初リップをトラクロにしちゃったから。
なんでトラクロにやっちゃった、よりにもよって一番やっちゃいけないところにしてる。それもきっかけの一つとなってキッズ赤サキちゃんが生まれました。サキちゃんになってからもトラウマは拭えず、他の参加者にほとんど絡まずにいました。参加者になってからも嫌われたくねて絡みに行くのドキドキします。あの一番絡んじゃダメなところだよ、トラクロとかもなんかもう殺してくださいみたいな感じだよ。もうトラクロとかもうダメダメダメ、あそこら辺絡んじゃダメだよマジで。イモチャ、シャドバ界隈でクソコラ作ったりニコニコに動画上げてた。あと中学の時の友達が作った YouTube チャンネルでゲームしたりしてた。あー、まあなんか典型的だな。クリボー、お父さんやってました。お父さん、え本当に知らない、次いきます。ツイキャスの仮想配信に嵐コメントしてました。最悪、つぶがい、マジでマジでそんな感じする。ツイキャスはツイッターのアカウントあれば作れるからバンされても荒らしやすかったです。その後クンさんオープンレックやってる人狼ジャッジメントをゴースティングして荒らしました。もうなんかさ、もうなんか犯罪自慢みたいな感じは、もう完全にこれもう終わってる。もうクソ野郎すぎる。もう犯罪自慢。次、この会話に来る前ゆっくり実況見たりは見てそうな、好きだもんな。 3DS でゲームしてる純粋な子供でした。その頃は自分の PC を持ってなかったけど PUBG が流行ったせいでマルチでやってるチャンネル探したらこんな吐き溜めの底に来た。ようこそ。とんがり、バトルフィールド4が好きでバトルフィールド配信上というアカウントあのさ、そのアカウント名なんか癖ありすぎん。バトルフィールド配信上というアカウントを作ってバトルフィールドあるあるネタを指導ボットにツイートしてたぞ。毎日プレ動画の切り抜きをプレイステ4からアップしてはいいねがつくのをニヤニヤしながら見てた。ある日 BA が得意な声が高いやつがマイクラで建築学生を募集してるのを見かけて入ったらこのざまだ。次、参加者になる前の日常、クンさんのミルダムに毎日張り付きコメントを打ってた。気づいたらレベルめちゃくちゃ上がってた。あとその日のクンさんの動画のツイートやミルダム、なかったら参加者の配信見て感想ツイートしてた。クン界隈の女キッズはピンクアイコンばかりで怖くて関われなかったからリブもディスコもせずに一人で全部完結した。もう生粋のいいんじゃん、もう生粋やな、すごいね、もう仕上がってるね。もう書きかま、2019年ぐらいメイドカフェでバイトしながら地下アイドルをしてた。人狼やっててエマちゃん使ってたクンさんの人狼ジャッジメント人気投票でエマちゃんに1票入れてウキウキで結果待ってた。うわ、まあいろんな層、俺もいろんなことをしてきたからいろんな層がいるんだな、こうやって。それはなんかすごい感じるよね、いろんなことをしたからいろんなやつらがいるんだよね、こうやって。それは良かったなと思うよ、アリエヌ。参加税になる前は春はバーベキュー、夏はジェットスキー、秋はドライブ、冬はスノボと趣味に生きてる。あのさ、ジェットスキーちょっと一緒に行かね、俺ちょっと取りたいんだよ来年免許で。ちょっとどこがいいの、どこの海岸が一番いい。湘南がいいよ、湘南行こう、みんなちょっと行こう。あのさ、海ってその海水浴場みたいな感じ、結構人いっぱいいる、いない、あーなら大丈夫だな。次、参加勢になる本当に直前はかの高名な龍玄くんとくんさんにやってもらう PVP マップを作ってました。まあ伝伝らしいね、今とあんま変わってないな。次、エリ、3のクランで遊んでました。その後は元クランメンバーのマグニャンとちょこちょこ遊んでたので、それをつながりにニージーくんや力頭ちゃん、ネギ556とも遊んでました。マブニャンの20億人クラフトにも参加しました。俺のこと嫌いだった話は触れないんだな、イニ。俺のこと好きじゃなかったみたいな話はどこ行ったんだ一体。なんかその話なんか抹殺してない、クンさんのこと好きじゃなかったですみたいな。自分はそんなに嫌いではなかった、オロボロそうだったっけ、なんか話がスライドしたような。はい、ノルノルさん、参加勢になる前はクンリスナーです。毎日配信追ってました。当時はゴドン、田中リス、ユッキー、マリーナ、ネギ、遺伝子たちと共に配信や動画についてああでもないこうでもないと熱い議論を交わしていました。クンさんを掘って掘って掘りまくってリアタイしてない時のこともいろいろ知ってます。配信視聴できない時はアーカイブでもいました。たまに YouTube アーカイブが削除されて絶望、そういう意味ではプンレ配信が好きでした。クンリスナーになる前は某 MMO で10年以上遊んでました。それすごいな、10年以上、まあ、FF 系かな。その時のボスが魅力的な方で、しかも私が所属することはところは強くて1年以上連続で毎月のクエストで優勝、 MMO で遊んでいる仲間にクン見ろと言われてクンさんを知りました。多分その彼はクンさんと同じ年齢で同じ学校かな。すごい、何かが繋がるかもしれないね。人狼ジャッジメントでサンドラ使ってジェシカと姉妹ごっこしてました。あとは進撃やか、あーちゃー、ジェシカと姉妹ごっこやってそう、なりきりとか好きなんだな、わーやってそう、
次家賃、就活苦労するのもともと分かってたので2年から就活講習会ちょっと待って、私自覚あんのか、家賃家賃、2年から就活講習会に通い、3年からインターンシップやってし、4年の1月から就職に向けて動いてました。しかし就活本番の3月にバンクラにより、それからマインクラしてます。内定まで決まらない。てかさ、そんな最初の初期からさ準備するんだったら、なんか受験したらなんとかなるさ、なんか公務員とかそういうのを考えなかったの？なんでその面接一本の、面接が苦手って分かってるのに、なんでそんな公務員だったらなんとかなったりするもんじゃないの？なんで民間を目指したの？そこで勉強無理、あ、まあま、うん、ま、む、まあ、そ、いや、まあ、でも、まあ、そうか。次。訓戒は知る前は、アバで FPS クソガキをしながら、YouTube のコメ欄で日々喧嘩。はじめ社長のニビア事件、ゴルフクラブ事件において、返信が1000件を超える喧嘩を起こした。まあ、こういうやつなんだろうな、本当に。喧嘩を起こし続けた。あのさ、てかもう、遡ったらお前の赤残ってんじゃね。多分、そのコメント欄。最悪だなぁ。次、たぐみ。マイクラ建築界隈にいました。ゲームはマイクラしか持ってなかった。建築勢とだけ絡んでずっと建築して楽しかった。でも絡んでた人がみんな年上で結婚仕事とかで消えていった。気がついたら建国完成まで待って持っていったりしてた。今も昔もやってること一緒。確かに確かにな。アケンさん、リアル&ネットで仲良くなった荒野とか大悟やってる友達。あ、そうだよな。連日朝まで通話したり絡んでて、たまにゲームしたり、クンキッズの友達もいてね、その日に出た動画の話をしました。あとは闇垢界隈で病んでる人たちと慰め合って慣れ合ってました。プロフィールにリスカス放物精神病みたいに書いてる人と連日おしゃべり。あと多分その中でクンさんにゴミ DM 送ってるはず。自分では消したかわからん。もう最悪だ。もう最悪。好きって連投してた。そんなアカウント多分無限にあったよ。そんなアカウント多分何個か見たことある。それそういう系あろうね。ネットとかツイッター始めたのが1年前で、そっから1年ぐらい建築ばっかやってたし、そういった人と関わってた。この界隈はロムってた。次、朝日。永遠に家でくんさんの救護授乳を見てる中学のゴミ。高校第一志望受かったら PC 買ってもええよって親に言われて勉強ガチってました。真面目に勉強頑張れたのはそれが最後。大昔にくんさんが東方の動画出した時は一人寂しく喜んでました。友達いなかったんだな、朝日。よかったな、友達できて。菩薩。今も昔もプラグイン作ってます。のんびりデベロッパーしてただけなのに、いつの間にか沼だらけのユーザーサポート地獄です。今なんでこんなところにいるのか本当に分かりません。でも現場の雰囲気を感じ取るのもいいさ、サービスを提供する。まあ、現場の雰囲気はめちゃくちゃ感じ取れると思うよ。現場の雰囲気しかない。次、5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0。はい、次行きましょう。やにゃ、参加型に入る前は何やってたか思い出せないにゃ。思い出せるのは2021年の5月29日あたり。確かやなあくんが何か言われてた記憶があるな。うん、思い出せないにゃ。お絵描きと楽器がちょこっと出てできて、料理ができて、多分今と変わらない可愛い女の子だったには違いがないけど、まあそうだな、過去がないから。受肉したんだな。ヒデ、参加する前は割と優秀なインフラエンジニアをやっていたはずです。勤めていた大手企業も退職し、今では小さい自由な会社でエンジニアをしながらマイクラサポートしています。はい、ロゼックピン。友達もいない、夢も破れる、趣味もない、寂しい女でした。で、今は夢叶った？叶ってない。じゃあダメだな。おばいちゃんはカイキングのサブアカ作って荒らしてました。はい、はい、あれあれ、ん、何の話だっけ。カイキングのサブアカ、あれ、まあいっか。うんうんうん。ということで、じじい。